にちは、カーベマユミと三人姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。ちょいちょいちょいって何です？もう一個これかぶりたいの？あ、わかりました。はい。おろろろろ、サニー暑くないね。首が長いキリンさんみたいになってますね。はい、ということでございまして、本日はこちらでございます。もうこれはもう今まで何度も何度もご紹介してもワンパターンでございますと言っても、大体届いても1個飛ばしとか2個飛ばしにしてるんです。あまりにもしょっちゅう来ますので。はい、ということで開けますね。あれ、何舐めてんの、サニーちゃん。はい、開きました。重たい。この前の日本酒も大変でしたけど、これは6本入っておりますが、全部同じものです。はい。おなじみの我が家の定番、焼酎、芋焼酎、白玉のつゆでございます。実は、数日前にこの白玉のつゆを前に紹介したシリーズでございまして、そこで、ある焼酎ソムリエの方、焼酎コンシェルジュの方から、白玉のやついいですね、黒麹いいですね、みたいな話を聞きました。で、私は焼酎を飲みますが、あまり詳しくないので、へえと思って、よく聞きますよね、白麹とか黒麹とかね。ねえ、あなた今日は赤麹ですね。あれね、逆に合ってることで、それでなんとなく単純に白麹はさっぱりしてて、黒麹は意外とこってりしてるみたいな勝手なイメージがありました。なんか白ビールと黒ビールみたいな感じで。で、この白玉のつゆって実は黒麹だったんですね。うわぁ、知らなかった。なんかこう、名前に白がついてるから、もう何も考えずにこう思っていましたが、だったんです。また美味しく健康で、いただきたいと思います。はい。本当、焼酎、この焼酎美味しいですよね。もう飽きないです。今まで我が家で何百本ですかね。何百本もか、考えると恐ろしくなるので、数えることはもうやめておきましょう。はい、ということでございまして、今日、サニーちゃんもう、今日3本目なんで、体が完全に横向いてます。はい、お客様の方向いて、ほら、まっすぐね。はい、ということでございまして。3本連続でこういう感じで行きました。多分明日はちょっと雰囲気が違うと思います。お楽しみにしてください。明日はブブブブね。はい、ということでございまして、